space-time distortions. They're still puking out dinosaurs all over the planet. So, Vicatoa Island's been sealed up for 3 years, and Ibeus won't own up to Leviathan's malfunction? Can you address the reports of exofighter patrols on the island? Reports of exofighter patrols are simply untrue. Ibeus is committing all possible resources to the investigation. Exercise results logged. Sunsetting temporal instance. Come on back. Drinks on me. There are hundreds of exofighters running around out there. Everyone's armed, and nobody knows what'll happen next. 1 minute, they could be helping you. The next minute, they're shooting you in the back. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Leviathan. It's trying to build stronger exosuits, so it's pulling any exofighter it can get hold of back in time for these bloody war games. Like it or not, the exosuits keep it is alive out there. But the more we use it, the more it helps Leviathan. Well, that's not an option. The wrong way or not. Valued team members, prepare for dimensional integration in 10 minutes. You stay locked, man. Only you. If you give an AI like Leviathan the directive, improve our exosuits, it has to complete. It doesn't matter whether that takes 100 tries, a million, all for the perfect suit. More than that. But at least do me the courtesy of looking me in the face whilst you do it. Okay, pinky forefinger, back to middle, full wrist articulation. Then we do it in reverse. Begin. What the hell are you guys doing? It's a secret robot handshake.
世界は破滅に向かおうとしているのではない。大いなる者の目覚めによって新たな世界が始まろうとしているのです。全てが終わりを迎え、そして全てが始まる。私たちはレドが果たせなかったことをする。目覚めさせるわけにはいかない。今の君たちはレウスを守りたいのに、逆にレウスを傷つけてしまっている。ネルギガンテに執着した結果、傷つくのはレウスなんだ。行こうレイヤ、撃て。この世界を救えるのはあなたのレウスだけかもしれない。ライダーとハンターの絆か。いいな、この世界の希望って感じだな。スキロー承知です。狙いは発散。俺たちの絆を見せてやろうぜ。必ずここで食い止める。カムラよりハンターをお連れしました。
皆さんお久しぶりです。モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻本です。はい、お久しぶりです。モンスターハンターライズサンブレイクディレクターの鈴木です。2022年6月30日にサンブレイクを発売させていただきまして、もうすぐ1年となります。ライズから引き続き本当に多くのお客様に遊んでいただいております。皆さん本当にありがとうございます。発売以来無料タイトルアップデートを続けてきましたサンブレイクですが、本日は最後のスペシャルプログラムのお届けとなります。それでは早速ですが、最新のプロモーション映像をご覧ください。どうぞ。待て、様子がおかしい。2023年6月8日木曜日配信のボーナスアップデート、バージョン16最後の追加モンスターとして原初を刻むメルゼナを追加いたします。当初の計画ではタイトルアップデート第5弾のアマツが最後のアップデートとなる予定でしたが、はい、今回ボーナスアップデートということで、原初を刻むメルゼナや、防具の怪異錬成に加わる新要素のスロット強化、そしていくつかの装飾品などを追加させていただくこととなりました。現在配信中のタイトルアップデート第5弾では、天津長土に対峙するカムラの里の人々を中心に物語が描かれています。今回のボーナスアップデートではメルゼナと王国の長きにわたる因縁に触れた物語を描きます。原初を刻むメルゼナはマスターランク10以上で受注可能になります。新たなアクションや生態についてはぜひプレイしていただいてご確認いただければと思います。また原初を刻むメルゼナの素材で生産する新たな武器や防具にもご期待ください。ボーナスアップデート以降、新たなイベントクエストの配信は7月27日までを予定しております。イベントクエストは高難度でやりごたえのあるものをご用意しています。また重ね着装備をはじめ様々な報酬をゲットできますので、ぜひプレイしていただければと思います。また有料ダウンロードコンテンツはバージョン15で全てのラインナップを発売済みですが、バージョン16では様々なテーマでまとめたお得な DLC パックを新たにご用意いたします。お好みのパックを選んで楽しんでいただければと思います。Xbox シリーズ X、S、Xbox One、Windows、PlayStation 5、PlayStation 4で遊べるモンスターハンターライズとサンブレイクも好評発売中です。原初を刻むメルゼナを含むバージョン14、15、16を一つにまとめたタイトルアップデートはご覧の日程で配信予定しております。しばらくお待ちください。はい、ここからはですね、モンスターハンターライズの、ディレクターの一ノ瀬も交えて3人で、トークしていきたいと思います。はい、じゃあ一ノ瀬です。お紹介されちゃいましたけど、お久しぶりです。モンスターハンターライズディレクターの一ノ瀬です。よろしくお願いします。今回最後の、ライズサンブレイクとしては多分最後の放送になる、かと思いますんで、ちょっとねいろいろトークしていきたいと思いますので、楽しく聞いてもらえたらと思ってます。今って結構 SNS とかでも結構プレイヤーの方とかコミュニティの方とかの反応も僕は見やすいというか見れるじゃないですか。そこはなんかちょっと例えば印象に残ってるとかっていうのなんかある？ライズで言うとやっぱり
そのガルクを出したことによってワンちゃんかわいいみたいなそちらの反応があったんがすごい、印象に残っているのと、あとモンスターがあの妖怪をモチーフにしてるんで、まあこれは何の妖怪だろうだったりとか、多分こいつがいるんだったらこの妖怪とかをモチーフにした生き物っていうか、まあ、モンスターも出るんじゃないかっていうのすごい考察とかでされてて、で当たってるって思いながらすごいなって、それがちょっと見てて面白かったですね。こちらも続きなんかある？そうですね、サンブレイクの方ですと、あの今回モンスターハンターフロンティアからモンスターをまあ登場させていただいたんですけれども、エスピナスですね、はい、こちらを発表した時のその反響っていうのは、まあ、もちろんそのトレンド入りであったりとか、すごくあのユーザーさんから反響いただけまして、これが一番印象に残ってますね、はい、まさかって感じだったね、はい、基本的にはもう一から作り直しているようなレベルで持ってきているので、はい、あの現場のスタッフのこだわりっていったところはすごく強かったので、そこはあの私も非常に助かりました。サンブレイクではね、鈴木の方でもあの SNS とかで、まあ、鈴木自らちょっとコメントを入れたりとかもしてたと思うんだけど、はい、今回どんな、なんかそこをちょっとこんな工夫したとかなんかある？基本的にそのメインどころとなる情報っていうのはまあ当然出せないんですよ。だからそれでもやっぱりその次のアップデートの情報が出るまでに、このユーザーの皆さんでこうの間でこういろいろ盛り上がってもらったり、まあ、もしくはあの想像を膨らませてもらいたいっていう気持ちのもとに、こっそりちょっとだけ大きめのネタバレを入れさせていただいたりとか、だいぶあの気は使うんですよ。あの ここはねどこまでやったらいいんだろうって、まああのこのぐらいなら怒られないかなっていう、ちょっとギリギリラインついたりとかしてる時もありましたし、基本的には、はい、あの次のアップデート情報につながるような、はい、あの情報っていうのをあの混ぜていったという形にはなりますね。例えばその今回発売前に、あのそのモンスターのまあヒントとなるようなイラストをこう発表したりしてたじゃないですか、ツイッターとかで。あれなんか一ノ瀬が書いてたよ。 あれ僕じゃなくてデザイナーの子が、ね、こう色見本表に書いてたやつ、まあ、ディフォルメのやつなんですけど、まあ、それもらっていいって話聞いてで、まあ、それをそのまま、まあ、SNS 上に、まあ、何もこれが出ますって言わなきゃまあ大丈夫かなっていうので、ちょっと何個か、まあ、ネタ的にこう出してみようっていうのでちょっとしてみたって感じですね。まあ、結構後々ね、発表された後に答え合わせとかね、みんなしてたりとかしてたからね。はい、あとはその狩猟の導き書ですか、はい、ああいったネタとかはやっぱ一ノ瀬さんとかが結構あのバックアップしていただいて、あのちょいちょいこうネタを追求していただいてたので、まあ、そういった面ではあの鈴木の考えたネタだけじゃなくて、あの一ノ瀬さんはじめプロモーションの方々とかからいただいたネタみたいなのも合間合間には挟ませてもらってます。あのサンブレイクで一ノ瀬も結構ね、裏では SNS めちゃめちゃ協力してくれててね。そうですね、はい、なぜか俺のスケジュールに撮影しか書いてないけど内容を全く教えてくれないっていうね。行蔵さん何回か出演を依頼したこともあったんですけど、まあ、鈴木くんとかの方に、うん、サンブレイク作る際にどうにかして入れてくれへんって相談をしたんですよ、うん、まあ、ちょこっとどっかにエルガドの土地に入れてくれたらいいなと思ったんですけど、うん、すんごいベラボーな企画書かなあ、お想像もめっちゃやってくれたと思ってあの当初あの食事場、うんうん、食事施設のところだけにこうちょっと置きましょうぐらいの感じだったんですけど、うん、気がついたらね、クエストカウンターの横とかね、うんうん、研究所のところとか、うん、あのいろんなところに絵が描いて、うん、でちゃんと進行で描いてて切り替わるんですよ、うん、はい、なので、うん、あのもし見逃したユーザーさんとかいらっしゃったら、ちょっともう一回始めからプレイいただいたら、初めから、はい、プレイいただければ、なるほどなるほど、はい、なのでいろんな絵も見れますし、ぜひ、まあライズもサンブレイクも結構個性豊かな NPC いっぱい出てきたと思うんですけど、うん、ライズサンブレイクで好きな NPC、 僕らが言う前に良三さんのやつをさっき聞きたくない？そうですね、聞きたいです。その上で、俺先行くか。僕はサンブレイクで言うとバハリーっているじゃない？ストーリーにも結構絡んできて。研究者で頭賢そうなのにちょっととぼけた部分もあるそうなっていうところが結構好きだし、デモもいっぱい出てくるもんね、バハリね。そうなんですよ、実は登場回数非常に多いキャラクターなんですよ。お二人は？チェン、僕が好きなのはタドリさんの方なんですよね。ああ、
タドリさん分かります？分かる分かる分かる。命が吸われている。分かる分かる。命が吸われている。何2回言う。命が吸われている。あのでも超好き、ずっと見てましたもん。なんかあれだけで意味ありげなシーンでできるもんな、正直ね。なんか PV かなんかでも使われてなかったっけ。使った、うん、使った。めっちゃ使いやすかった。僕は、うん、そうですね、僕は宇津市教官が大好きでして、やはりその宇津市教官自身がハンターとしてすごくこう、うん、腕に立つ、うん、はい、あの人物ではあるんですけれども、その自分自身 の、 その強さをまあおごらないというか、うん、はい、あの誰に対してもこう分け隔てなく接しますし、そのまな弟子に対してもすごく愛情深い接し方をしますし、うん、バレンタインチョコとかも届いたもんな。そうですね、たくさん来ました、ね、ありがたいことに。バレンタインでチョコを宇津市教官宛にいただいたりとかしたんで、即デザイナーと話してお返しイラストでも描いておっかって、毎回ほぼ何日か前ぐらいとかにそこで描いてもらって毎回あげるってことを知ったな。そうですね、うん、次はですね、まあ長い開発期間があると思うんやけど、その中でちょっとあの、まあ、ボツになったようなこととかちょっと言っていいやつね。言っていいやつね。言っていいやつやとないんじゃないですかね。うん、ない？じゃあちょっと言ってもいいやつ。あのエルガドの、まあ、拠点のリーダーで、ガレアスデドクっていう、まあ、あのリーダーがいるんですけれども、初期設定の一つではあの全く喋らないキャラだったんですよ。もう一言も喋らない。でもストーリー進行では中核じゃないですか、うんうん、作戦会議のエリアの中央にドスンっているんですけど、隣のフィオレーネが全部喋るんですよ。だから例えばフィオレーネが 次は実はこういうモンスターが迫っている、ですからこういう風に討伐するのがよろしいですよね提督っていうと、提督がしかり分かりました提督、それでは共に行こう竹木炎みたいな、これを延々繰り返した結果、うん、基本ちょっとコントみたいにしかならなくてですね。あの全く喋らないあの人を相手にただただフィオレーネが、うん、あの正解探しをするみたいな、うん、会話として成立しないというのが分かってやめようと。これはすまんやりすぎたと。確かに。バハリの研究所の中にいる男の人じゃないですか、うん、あの人開発中屋根の上から話しかけて、うん、名前とか出て、あ、これ名前あったんやと思って、まあ、あの当然修正されてあれなんですけど、もうめっちゃ作り込まれてると思って。まあ実は名前がありましたということかな。もう今は消えちゃったはずですけどね、名前は。とんでもない形にパグチェックしてたんですよね。そっから話しかけんの。鈴木くん、この人話しかけられるね。はい、今日はですね、ボーナスアップデートの情報を皆様にお届けできるということで、ライズからは一ノ瀬ディレクター、サンブレイクから鈴木ディレクターも、来てもらって、皆様に直接、メッセージをお届けできてよかったと思います。それでは最後に、皆様に向けて、料理ディレクターから、コメントをさせていただきたいと思います。はい、そうですね、ライズの方発売されてから本当に、いろんなところから SNS だったりとかいろんなメッセージだったりとか、見させていただき本当に、感謝しております。開発一同、今後とも皆さんのご期待に応えるよう、努力していこうかと思いますので、ぜひ、今後ともゲームの方を楽しく遊んでください。よろしくお願いします。はい、ライズからバトンを受け取る形でサンブレイクの方を、制作させていただきましたけれども、本当に遊んでいただいたユーザーの皆さんからの、まあ、反響ももちろんですし、我々、開発スタッフ一同も、ユーザーの、まあ、皆さんにもご期待に応えられるように、まあ、アップデートを含めて、開発の方を進めてまいりました。改めて開発一同皆さんにお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。はい、今回の番組はそろそろ終了となりますが、モンスターハンターライズはですね、発売から2年とちょっと、経過しております。そしてですね、モンスターハンターライズ、サンブレイクの方も約1年と、経過している中ですが、本当にあの多くの、ハンターの皆様に遊んでいただきまして、開発スタッフ一同皆さん本当に感謝しております。ありがとうございます。
モンスターハンターシリーズもですね、来年20周年を迎えます。これからもですね、シリーズとしても頑張っていきたいと思っておりますので、これからもぜひ応援の方よろしくお願いできたらと思っております。それでは最後はいつもの掛け声で締めくくりたいと思います。いきます。ひと狩り行こうぜ。
参りましょう。お見事でした。狩猟の道に終わりなし。